はい、皆さんこんにちは、モロトフです。あの1800続きをねやっていきたいと思います。かなりね行き詰まってる状況ですね。ここね前回火災に遭っちゃいましたし、ちょっと人口が増えすぎたなぁと思って、いろんなところのね家を潰しちゃったんですよ。要はせっかく来た入植者出てけっていう行為をやったらば、逆に少なくなっちゃったんですね。今度難しいで、借金です。これが大問題ですね。はい、あります。で、前回ずっとね、ホップがね、取れない言ってたんですけども、多分なんですけども、ここちょっと見てもらうとわかるんだけども、おそらくここのアイランド、この土地はホップが作れないのかもしれないって思いました。なんか調べると、島ごとにね、作れる作物っていうのがあるみたい。このね、島の土の性質、ホップは育たない性質みたいのがあるようですね。ちょっと厄介だよね、それは。ちなみにブドウはね、生産能力としてあるよとか。だからここの情報ってめちゃくちゃ重要なんですね。はい。ということはビール我々作れないんですね、単純に考えると。で、そうした場合ビールをどうしても欲しい場合は2パターン考えられて、ホップがね、作れる土地をもう一つ見つけて入植していくと。2つ目の島ですね。もう一つは単純にビールを輸入するっていう考え方ですね。で、ビールを輸入するっていう考え方でいきたいなと思うんですけども、輸入するにも多分お金とかね、あとは、なんだろう、売れるものがないといけないんだよね。見てる感じ、鉄は売れそう？石鹸も売れそう？そんな感じかな。ちょっとビールを、なので、ここはもう作れないから諦めるためにも、潰しちゃいましょう、まずはね。バーンと、せっかく作ったんだけど、これ穀物系だよね。穀物は何か、確か作れるんだよね。パン足りないから、いいや、これを持ってこう。あ、でもよかったね、見て。この二つの工場をね、潰したことによってメンテナンスが下がったんだね。それで今、プラスに転じてるって言おうとしたら、今、マイナスに転じちゃったね。ちょっと近代化一部させよう。これできないぞ。なんで？幸せじゃない問題、パブがない問題、シュナップスがない問題か。シュナップス、結構作ってると思ってんだけど。と思ったら今度は、プラスに転じ始めましたね。ありがたい。よかったよかった。もうちょっと待った方がいいかもしれないな。面白いですね、このゲームは。アップダウンがね、結構激しくあるから飽きさせないっていうことかな。じゃあ、ゆっくりですけども、トレードできそうなところを探していきます。ビール持ってるとこじゃなきゃダメなんだよな。誰が持ってんだろう、ビール。ここは誰の土地？このおばちゃんの土地ですね。ペリル。ペリルさんの土地はどこだ？これか。倉庫見てみよう。倉庫見せてくんないか。まずは、協定を結ばないと中身なんか当然見せてくんないんだね。じゃあ、多分ここと結びやすいと思うんで、もしくはここだな。有効度があるから。ここ、強さも近いし、ここはやりやすいんじゃないかな。お金払い病気だよね。無理だよ。もう、何回も交渉できないね、これ。しょうがないな。よいしょっと。お金を貯めなきゃいけないな。そうか。だから、まあ、ひょっとしたら序盤ね、貿易協定だけ先に結んどくっていうのも手かもしれないね。自利品な状態だと現金がね、なかなか手に入れづらいと言ったことだよね。はい、積み荷が多すぎる事件ですね。そうした場合はこれアップグレードしていくっていうことなんですけど、これまたお金がないんだよね。そう、面白いな、このゲーム。そういうことか。こう、プラスに転じたり、マイナスに転じたり、いろいろ、知ってますね。もう少し人を減らすかな。極力ね、この支出を抑えていくっていう考え方しか、ちょっと戦略がなくなるよね。よいしょ。ギリギリまで。さあ、これでプラスに転じるんじゃないのかな。もう少し減らす。おお、マイナスになった。
難しいね。極力メンテナンスのね、費用を下げて、固定費を下げてきたよね。王国の税金っていうのも嫌だな。これ下げる努力とかできないのかな。破壊されてる。ああ、これもダメだね。これもちゃんとやんなきゃダメだ。でもなぜか、ここは作動してるんだ。そうか、こっちがちゃんとあるから。だけど、石炭が不足してる。一つ、ここはなんだ？あ、周辺に倉庫がない。ダメダメですね。これダメダメ。うん。ちょっと作ってあげたいんだけど、借金ってできないのかな？借金。借金もできなさそうですね。これは本当に悪いループにはまりました。どうやって復旧すればいいんだろう。いくつかの事業を閉じましょう。なんだろう、供給過多のものを探すっていう考え方かな。羊、服がすごい供給過多なんだよね。粘土も作りすぎてるんだよね。ちょっと粘土は一つ、潰しましょう。新聞、やばいだろうな。隣国が海鮮だって。そっか、いいよこれで。なんかいい話がないな。よし、これを潰そう。潰して、あ、これは移動させればよかったな、あっちに。木炭、これ潰そうね。無駄だね、完全に。で、羊も一個潰しますか。ね、羊農場。これかな？はい。潰した。もう一個潰してもいいかもしれない。で、これもう一個潰してもいいかもしれない。どうだ？で、私の予想、こんぐらいは潰せると思う。ちょっとスリム化、倒産の前のリストラみたいな感じです。こんな感じかな。急激な拡大は良くないですね、本当に。勉強になりましたね。で、ビールは輸入しましょう、絶対。そのためには金稼ぎが必要です。ああ、また。ああ、微妙だな。お金が安定しないな。とにかく一つ一つね、機能してないところは機能させていくっていう感じでいきたいですね。これも潰そう。よいしょ。ね。機能してないとかちょっと一旦潰す。在庫が多いから機能してないのかな。よいしょ。在庫はいっぱいなんだよね。あとね、魚がいらない。こんないらないな。よし。そうするとさらにスリム化できる。寂しい。どうだ？こんぐらいスリム化はできるね。固定費は相当下がったと思うんだけど、どうなんでしょう。あんまり変わんないな。これは厳しいですよ。本当に。まあでも勉強になりましたね、相当。倉庫がいっぱいなんだよな。倉庫の容量ってどこに書いてあるんだろう。お？生産を続けるにはメンテナンスが必要だ。ちょっと倉庫をアップグレードはできないんだよな。倉庫作ってみようか、もう少し。倉庫が足りないのかな、なかなか。メンテナンスがこれ増えるから嫌なんだよな。はい、倉庫を作ったら動き出しましたね。難しいね。ちょっとこっち本当にどうにかしないといけないな。生産がいっぱいいっぱいなんだよな。取りすぎなんだよね。だからやっぱりこれいらないや。こっちいらないや、これもう全部。難しいね。プラスに転じさせることがなかなか難しいですね。ちょっと良ければですね、次回はもう一度やり直したいですね。はい。お付き合いいただけるならば、ぜひ、いいねボタンをよろしくお願いいたします。またね、チャンネル登録お願いいたします。そして普段はツイッターで情報を発信してますので、そちらもチェックしてみてください。それでは。